今4泊5日で沖縄にクライアントワークの撮影で来てるんですよね。で、普段俺クライアントワークの撮影ではカメラとかもね、必ず2セット持ってくるようにしてるんですよ。ただやっぱ荷物かさばるじゃないですか。でもそれを一つのバックパックにまとめれるんだったらまとめたいなと思ってたんですけど、ちょうどねこの沖縄出張の前にこのヴァンガードの新しいバックパックこれに変えたんですよ。でこれめっちゃいいじゃんって思ってるんで、でそれをねどんな風に俺が2台分のね機材を入れてるのかっていうのを実際に見せながらこのバッグの機能も紹介したいと思います。今実は大分なんですよ。本当はねこのバッグの説明の動画、この中身はこんなの入れててっていうのを撮ってたんですけど、撮れてなかったっす。マジで。やっちゃうんですよね、たまに。オズモで撮ってるとやっちゃうんですよ。FX30 とかだったらね、タリーとかもつくんで、そんな失敗ないんですけど。すいません。ということで、撮り直してます。まずこのバックパックなんですけど、めっちゃいいなと思うのが、もうほんとね、背負い心地なんですよね。これ35リッターのバックパックなんですね。で35リッターってやっぱり結構容量があるからその分いっぱい詰めたいんですよね。で俺の場合は大体映像制作仕事で行く時には特に必ず2カメを持っていくんですよ。バックアップって大事だと思うんで、カメラも2セット、マイクも2セット、もしくはそれ以上とかね、いろんなバッテリーも全部2セット持っていくんですよね。でそれを今まではバックパック1個と別にもう1個のショルダーバッグとかに分けて2セット分を持っていってたんですけど、それなんか1個でね、できないかなと思って、特にこの前みたいに沖縄に行ってた時とかは飛行機とかなんで、やっぱ1個になるべくまとめたいんですよね。それがもう解決するのはやっぱり35リッター、もうこれ最高です。で35リッター詰めるともう機材なんで間違いなく重いです。これもね今めっちゃ重いですけど、でもその重さを感じさせない、重いのは重いけどその負担になりにくい、そういうねこの構造っていうのは、これはめっちゃ背負い心地がいいです。それがこの特徴です。でそのね、背負い心地を良くするために、まずこの紐をね、これを引っ張ると、ここの隙間、重くなると、こう、後ろにバックって倒れるんですよね。そ、で、ここに隙間が開くんだけども、その隙間を埋めてくれるのが、これ。そして、胸のチェストストラップ。これがバックルなんですよね。これバックルいいんだよね。引っ掛けのタイプもね、あるんですけど、やっぱ引っ掛けよりも、このバックルでカッチャンって止める方が、間違いなく止めやすいと思います。で、この、高さもね、胸の高さも自分の好きな位置に調整してね変えられるっていうのもね、これもめっちゃいいですね。でカラビナとかをねつけられるようなこういうループとかもあるっていうのもいいですよね。お腹のところも同じようにバックルで、でこのねパッドがねすごいいいんですよね。パッドが厚いんですよ。パッドが厚いからなんかね蒸れにくいし、でやっぱり最初ちょっとパッドが硬いかなと思ったけど、でも隙間がなんかちゃんとね抑えられてる感じで、これちょっと後で外したらね見えるんで、そこでねちょっと詳しく説明しましょう。でこれ沖縄で撮影してた時にはね、ここにレオフォトの三脚をつけてたんですよ。俺が使ってるレオフォトの三脚なんかだったらそこそこのね重さにもなるんですよね、雲台もつけると。ただ横につけるとどうしてもね、こっちか、横につけると重いからちょっとこう肩、右肩の方にね結構負担がかかるんですよ。でもこれってそういう重い三脚はここのね真後ろど真ん中につけられるからバランスがいいんですよね。あの左肩だけ重いとか右肩だけ重いとかっていう風にねならないんで、重い三脚はもうこのど真ん中につけられるっていうのは、これはねめちゃくちゃいいと思います。じゃあ実際にこの中にねどういうものをね2セットをどんな感じでね収納して、どういうのが使いやすいって感じてるかっていうのをちょっと見せていきましょうね。まずこの今は一脚をつけてるんですよ。これレースの撮影なんで一脚がねやっぱ使いやすいんで今は一脚を使ってます。でこれをねもちろんね三脚でつけてもいいと思うんですよ。ビデオ三脚はさすがにちょっと厳しいと思うけど、普通にねフォトとビデオのねハイブリッドの三脚とかだったら全然ここに入るんですね。でバックル2本で止めれるようになってて、しかもねこれも外すことができます。こんな感じで、普段ここに何もつけたくないっていう人はこれはここの中にねしまうことができるんですよ。よくないこれ、はい。そしてここの中には俺は、ナイトコアのねブロワーを入れてます。
そして、あ、そうそう、ここにもね、もう一個バックルがあるんで、これでもね、さらに留めておくと、もうちょっとここにつけてるものはね、安定するかもしれないですね。まあ、使わないならね、使わないでも、全然こっちだけでもね、止まるとは思うけど。そうそう、あと、ここにもこういう持ち手があるから、やっぱりこう重いバックパックなんで結構持つの大変なんですよ。なんか置いてるところからさらに持ち上げるっていう、そういう時にねこういうハンドルが多いっていうのはいいですね。ここにもここにもあるし、でこっちはここにここにねハンドルみたいな持てるようなのもついてるし、すごくない？これパッとめっちゃ厚いでしょ。これがねいいんですよ。この厚みがすごい厚いんですよね。ほらでね、これがねすごいしっくりきます。でこれのね背負い心地のもう一番これが最適だと俺はね思うのが、このショルダーのところのパッドももちろん厚いんだけども、これなんですよ。このね首のちょっと下のところのね、この肩に当たる部分なんですけど、これがベルクロでちょっとねこう長さっていうか高さをね変えることができるんですけど、これがねいい感じに密着してくれるんですよ。でここねだいたい開くんですよ、隙間絶対、いくらこれをね引っ張ったにしても。だから結構後ろに行こうとしてるのをなんか抑えようとしてるから背負い疲れみたいな感じに今まで俺なってたんですけど、これがあるのとねないのでね本当にめっちゃ違うです。これはもう本当感動したっていうぐらい、もうこれはね本当試してほしいです。なかなか厚みもあるしね。はい、でこここれはそのキャリーケースとかにねのハンドルにねさせるためのものがここにはついてます。今度上行きましょうか。あ、ちなみにねこのジッパー開けるのはこういうドローコードになってるんで、結構やっぱりこれだけでかいとねこう持ちやすいですよね。あ、そうだ、先にこっち行こうか。でここはこれは AirPods Pro 入れてて、で予備のバッテリーを入れてます。バッテリーはバッテリーだけでね入れるなんか別のポケットがあったらちょっといいなと個人的にはね思うけど、まあまあまあ大丈夫でしょそれぐらいは。でこれ開けるとここにもさらにチャックがついてて、でここには俺は工具とか締めるようにねスイスアーミーナイフ、ガファーテープも切れるしね。でケーブル類、これはリグを組んだ時のねケーブルですね。外部モニターとかつけるための、でそのマジックアームとかでしょ。んで映像転送システムを使う時のケーブル、それねケーブル類は俺ここに全部まとめてるんですよ。結構ポケットも広いんで一通り今のねこれだけもまとめて収納できるっていうのはねいいかな。そして、ウランジの、これはねオズモポケット3用のケースなんですけど、これまたちょっと改めてねレビューします。今オズモポケット3で撮ってるんでね中身入ってないんですけど、ちょっと長めのねケースもそのまま普通に入って、そして、サラモニックのねワイヤレスマイク、それから DJI のマイク2バックアップをね絶対俺撮りたいんでワイヤレスマイクは2セットですよね。で V マウントバッテリーの予備、そしてゼンハイザーの FX30 用の XLR のマイク、そしてこの一脚で使う時用のやっぱレースカーの撮影なんでこうパンティルトしないといけないんですよね。それ用のアイフッテージの K7 っていうビデオ音台です。でそれ用のねこうパン棒、もうそのままだったらなんかちょっと傷つきそうだなと思うんで俺はこの巾着袋に入れてます。ここの部屋は、あともう一個あった、フサビの VND と CPL のフィルターですね。ここちなみにねこんな感じなんですよ。結構広いでしょ。でちなみにねこれはマジックでベルクロでね止まってるんで、このディバイダーは自分の好みの高さに変えてあげることができます。そしてこっちなんですけど、はい、ここが16インチまでの、まあ、MacBook Pro とか16インチのノートパソコンだったらここに入ります。これもねディバイダーで分けられるんだけども、ここに入れてるのがまず1セット目のカメラ、メインで使ってる FX30、 ある程度ねこういうもうリグを組んだ状態でもそのまま入れられるっていうのはねこれはありがたいですよね。で
フリーウェルのこのフィルターケースに入れてるけど中はねスターウィーの、これも VND と CPL やっぱ2セットいるんですよね、予備も含めてねを入れてて、そしてこれはレオフォトの前、これもあの動画で紹介したミニ三脚、このケージ組んだ状態のねリグ組んだ状態の FX30 の下につけるようなミニ三脚も中に入れてます。そして外部モニターね、オーシーの、7インチの G7 っていうね、これも明るくてねめっちゃ使いやすい外部モニターなんですけど、これを入れてます。そして FX30 用のトップハンドルですね、これをこの巾着袋に、これもね巾着袋大好きなんですけど傷つかないんでねいいですよね、これも一緒に入れつつ、その下から出てきたのはもう一台のね、サブカメラで 7-4 を俺はいつも持って行ってます。で今回レースの撮影なんで、田村さんからね今借りてる50-300のレンズを今つけてます。そしてこれはフルサイズのレンズの7-4 のスペア用で 1635、 もうちょっとね広角で撮りたい時用のレンズもここに、そしてこれが今 FX30 についてるのがタムロンの 1120 なんですけど、もう一個もうちょっとね、ズームしたい時寄りたい時用に 1770 のタムロンのレンズですね。でソニーの紙マイク、これもXLR のマイクが死んだ時のためにねショットガンマイクの予備っていうのは必ず持ってきてます。そしてショルダーじゃないネックストラップね、これは 7-4 の時をね、でこのディバイダーがねこれもね全部取れるんですよこんな風に。でまあ個人的に言うとこのディバイダーの構造的にね、これ上から下までこう全部わかるかな、こう全部ねこうつながってる感じなんですよね。この真ん中のこのディバイダーが上まで来るんですよ。この辺までにしてくれてたらなんかちょっと別々で入れる部屋をもうちょっと作りやすいのになと個人的にはちょっと思います。まあまあしょうがないかな。あとなんかディバイダーの中にはこういうレンズをねこの動かないように固定するようなものもついてるんで、俺はここの端っこのちょうどね FX30 のレンズが来るようなところにカメラがねこう動かないようにここに置いてるって感じですね。そしてまだある、めっちゃあるしこのバッグすごくない？ポケットの数多いんですよ、どこに何入れたか最初分かんなくなるぐらいあって。でここにはモニタリング用のシュアのヘッドフォンを入れてます。そしてこれ使ってないディバイダー、なんかあちょっと収納変えたいっていう時とかもあるかなと思ってね、どこに行ったか大体もうこれ分かんなくなるんでね家に置いてたらね、なので俺はもうこの中にバックパックの中に一緒に入れるようにしてます。そしてここ、これで最後だ、これは、カニフィルターのアウトドア用のマットですね、下に敷いて、でその上にねこう機材とかこう地面が濡れてるっていう時とかに機材をそこに置きたくないじゃないですか、それ用のアウトドア用のマット。そして同じくカニフィルターのこれ今日もねさっきめっちゃ雨降っててゲリラ豪雨みたいだったんですけど、そういう時用にこうカメラをね守ってくれる防水のカバーですね。そしてここには入れてないね、ここまだ使ってないね。あ、バッテリーここでもいいね、今気づいた、はい、すいません、バッテリー用のポケットありました、ちょうど入るサイズなんでいい感じですね。あとこっちにもねポケットがあります。こんな感じでどうですか、めっちゃ入るでしょ、めっちゃなんかすげえ大容量ですね。すんげえ散らかってるんですけどこの35持ってるんですけど、なんかこっちの方が入るようなイメージですね。この収納力すごいですよね。ここの横は三脚を入れられる、もしくはなんかペットボトルとかねさせるような、ポケットなんですけど、ここがネオプレになってるんでちょっとこう伸びるような感じですよね。なんでこう下がこう雲台とかでもいいかもしれない、ちょっと柔らかいし傷入りにくいんでね、で伸びるから、でそれを止めるための
これも長さ調整ができるストラップとかもここについてるんで、これもね自分の好きなところにこっちにつけてもいいし、こっちにつけてもいいかな。俺はだいたい、まあ今日はこれ一脚のね延長のロッドなんですけど、ここに普段あのゴリラポットを挿したりとかトラベル三脚を挿して、でこっちはレオフォトのもうちょっとごつい方の三脚を挿して、この前の沖縄はねそういう感じの持っていき方をしてたんですよね。そういう使い方ができます。どうですかこの、ヴァンガードのね35リッターのバッグなんですけど、まあ、いいなって思ったらこの動画の詳細欄に購入先のリンクも入れておきます。今のところはこれだけのもうカメラ2台分のさらにその周辺機器を含めたセットを詰められるバッグっていうのはちょっとこれかなと思ってね、今はメインのカメラバッグとしてね、この前からね使わせてもらってます。特にねこんだけ詰めたらもう本当に絶対重くなるんで、その重さを、ね、この構造でねこれでこう負担かけない、これもう本当に絶対もう大事なんで、もう年取ってきたらね本当ねもう重いの大変なんで、ぜひぜひこういうね背負い心地のいいバックパック使ってみてください。 I hope you guys enjoyed this video and see you in the next one. Peace out.